これぞ出版チャンネルパーソナリティの渡部洋平です。今日は編集部森上さんとともにお伝えしてまいります。森上さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、今日も素晴らしいゲストの方に来ていただきましたね。そうなんですね、まあ、一言で言うと呼吸の専門家でいらっしゃって、まあ、本もねご一緒させていただいたあの方なんですけど、かなりお忙しい方なんですけど、今日、貴重なお時間をいただいてます。はい、ありがとうございます。こうズームで収録できる利点ですね。本当にお忙しくて素晴らしいゲストにたくさん来ていただけてます。はい、では私の方から本日のゲストをご紹介させていただきます。日本マイブレス協会代表理事の倉橋達也さんです。倉橋さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。先ほど森上さんと話したんですが、倉橋さん、本当に素晴らしい声なんで、今日ですね、このお声を、ボイシーリスナーの皆さんにもお届けしてまいりたいと思います。はい。では、最初に、私の方から倉橋さんのプロフィール、簡単に紹介させていただきたいと思います。お願いします。日本マイブレス協会代表理事。5歳の時に、生まれたばかりの弟が亡くなり、父親から、死ぬということは息ができなくなることだ。お前は息ができることに感謝しなさいと知られたことをきっかけに呼吸に興味を持つようになる。以来、医療、禅、スピリチュアルなどあらゆる呼吸法を学習、実践。怒りやイライラの軽減、緊張緩和、集中力、継続力などセルフコントロールと呼吸の関係性を研究。これまで学んできた呼吸法を体系化し、マイブレス式呼吸法を開発。日本マイブレス協会を設立し、呼吸法を活かした心身を整えて、どんな外的状況においても心がぶれない技術を国内外に伝え、講師の育成もされていらっしゃいます。このようなキャリアを誇る倉橋さんですが、フォレスト出版からも本を出版していただいているんですね。そうなんですね。ね、倉橋さんのオリジナルメソッド、先ほどおっしゃってくださったマイブレス式呼吸法、こちらをベースにしたですね、呼吸で心を整えるという本を、はじめですね、まあ、2冊の本作りをご一緒させていただきました。このまあ1冊目のね、呼吸で心を整えるは、2016年に出していただいた倉橋さんのデビュー作なんですけど、まあ、いきなりね、7釣り4万5000部っていうヒット作になってね、まあ、今もロングセラーで売れ続けている作品になります。さて、では早速ですけれども、倉橋さんにいろいろお伺いしてまいりたいと思います。はい。すいません。倉橋さん、本当にご無沙汰してます、本当。本当、お久しぶりです。すいません、コロナ禍でね、なかなか、あれで。そうですよね。やっぱり、呼吸っていうのはコロナ禍はかなり、いろいろ、そうですよね。気を使ったところありますか？やはり、まあ、どういう伝え方をすればいいのかっていうところでですね、やはりデリケートな問題であって、敏感になっている方も多いと思うので、ちょっとこのコロナ禍では抑え気味でやってまいりまして、まあ、落ち着いてまいりましたね。そろそろこうエンジンかけて、それまでの状態を取り戻していこうかなって今考えているところですね。そうですか。今はまあ、基本的には、日本マイブレス、協会、協会を立ち上げられていますが、はい、実際どのぐらい今会員さんはいらっしゃるんでしょうか？そうですね。今、大体、まあ、1万5000から6000ぐらいの、会員数がいるんですけども、その中で指導を行っているのが、大体、まあ、200人弱ぐらいが、その呼吸法の指導などを行ってますね。そうですか。指導を行っているというのは、つまり、倉橋さん以外に、いわゆる呼吸法の先生が200人ぐらいいらっしゃるということですか？そういうことですね。はい。私は主に、指導する方を指導する立場で、今やっております。なるほど、なるほど。実際その先生方には、まあもちろんそこにはちゃんとした資格が必要なんだと思うんですが、はい。やっぱりそのプログラムっていうのは結構かなりちゃんとしっかり、もう、受け入れると先生にはなれないって感じなんですね。そうですね。半年間の期間でですね、みっちりと、私から、指導させていただいてですね。で、一般の方、特に未経験者の方、初心者の方でも分かりやすくお伝えできるように、講師にはですね、日々、いろいろ指導を行っております。そうなんですね。もう結構全国各地にいらっしゃるってお聞きしてますが。はい。おかげさまで、北海道から沖縄までおられるんですけども、最近、海外でも取り組む方が
増えておられましてですね、まあ、オーストラリアであったりとか、はいはい、あるいはベトナムであったりとか、スペインであったり、アメリカであったりとかですね、まあ、そのいろんな国で、その指導してもらえるような環境が、だんだんこう広がってまいりました。そうですか。やっぱりその呼吸法ってことについて、まあ、一番まあ分かりやすいところだと、ヨガとか、はい、あの、禅とか、マインドフルネスとかっていう、はい、まあ、その辺のキーワードが、まあ、関係してくるとは思うんですけども、はい、実際そのあたりっていうのは、その呼吸の大事さっていうのは、やっぱり、日本人がやっぱり一番すごい、そうですね。もともとその禅の流れがあって、まあ、日本人のそれこそこう、まあ、文化であったりとか生活様式とか根付いてるものってあると思うんですけども、はい、まあ、それがこう一般的になったっていうのはその海外からマインドフルネスということが入ってきてっていうのは、まあ、きっかけとしてあったと思うんですけどね、やはりその日本人の中に培われてきたものっていうのはかなり大きいんじゃないですかね。あ、そうですか。じゃあそういう意味ではその海外で講師をされて、まあ、例えばオーストラリアとかベトナムとかアメリカとかってやっぱ講師をされる方っていうのは結構その受講されているその外国人の現地の方にとってはかなり新鮮というか、まあ今、まあマインドフルネスっていうね言葉がばーっと出てきましたけども、かなりまだ新鮮な状況というか、そうですね。うん、まあ、分かってる人は分かってるけど、そうじゃない人はもう全然知らないっていう状態ではあると思うんですよ、海外に関しては。それが、いや、その知らない方が、よかった。とか、あるいはこう、ピラティスっていうのをきっかけに、例えば呼吸法っていうのをよりこう、深く知りたいなっていう時に、マイブレス式呼吸法って何だろうっていうことでですね、まあ、うちに来られたりっていうので、結構その新鮮に捉えていただいている部分っていうのは大きいですね。あ、そうですか。関心の高い方って、まあ、これね、まあ、ジェンダー平等で、まあね、いい意味で、これはジェンダーレスな話ではあると思うんですけど、男性、女性という、まあ、言い方があってるかどうかわかんないですけど、そのあたりというのはやっぱ女性の方が基本的にやっぱ多いもんですか？そうですね。女性が大体7割、8割ぐらいですね。そんなに。やはりその女性はいろいろホルモンバランスの変化っていうのもあって、自分の体調にすごくまあ敏感な方が多いっていうのも一つ理由じゃないかなと思いますね。あ、なるほどね。あ、そのあたりっていうのはやっぱりそういったその接点っていうのはやっぱり多いというか、そこにまあ、呼吸に対しての意識が高いのはやっぱり女性という感じなんでしょうかね。そうですね。やはり、あと美容であったりとか、まあダイエットであったりとか、そういったところに関心が高いのはやっぱり女性が多いと思うので、まあ、それきっかけで、まあ呼吸法に興味を持たれるっていう流れもありますね。そうですか。いや、それでプロフィールの中で、倉田さんが、出されている、5歳の時の、弟さんのお話、そのあたりちょっと詳しく教えてもらってもいいですか？そうですね。私が本当にこう、呼吸っていう言葉を聞いたのが初めてだったんですけども、その5歳の時にですね、まあ、家族で集まってる時に、そのうちの父親がですね、すごくこう、まあ、険しい顔をしてですね、ちょっとお前こっち来いって言って家の外に呼び出されたんですね。で、何が言われるんだろうと思ったら、まあ、その一週間ぐらい前に自分の初めての弟が生まれてたんですけども、その弟の体調が実は、良くならずにですね、まあ、その亡くなってしまったと、死んでしまったと。で、当時はその死ぬっていうことが5歳の自分には分かんなかったんですけども、死ぬってどういうことって聞いたらですね、息ができなくなることだと、呼吸ができなくなることだって言われて、あ、そんなことがあるんだっていう、まあ本当にびっくりしたというか、で、そのまあ弟が亡くなって悲しいっていうのもあるんですけども、あ、実は今まで自分はずっと息をしてきたんだっていうことを改めて意識させられたっていう、まあきっかけでもありましたね。じゃあ、お父さん自身は、その何か、呼吸法とかそういった部分に関心があったわけではなく、普通にその命というもの、イコール、それ生きるイコール、呼吸というところでお話をされてたのか、もしくはその呼吸に対して何か関心がもともと高かったのか、どちらなんでしょう？いやー、おそらく、そういう関心が高かったわけじゃなくて、びっくりしたと思うんですよ。死ぬって何って聞かれたことに対して、おそらく父親は答えを持っていなくて、その時にとっさに出た言葉が多分それだったんだと思いますね。あ、そうですか。そこでやっぱり、倉田さんが、まあ、幼いながらの倉田少年は、
はい、あれですね、その呼吸に、まあ、ちょっと意識が向くようになり、勉強を重ねるっていう感じになってくるんですね。そうですね。うん、なるほどね。それが、まあ、きっかけだったというか。そうですね。まあ、その、いろいろきっかけと言えるものはあるんですけども、その、本当に原体験はその5歳の時ですね。あ、そうですか。まあ、それ、はい、まあ、実際いろいろ、禅とか、スピリチュアルとか、そういったことっていうのもかなりいろいろ、成人されてからでも、体験されたりしたんですか、はい、やっぱり。そうですね。うん、私自身、20代の頃にですね、まあ、いろいろな経営者の方インタビューする機会がありまして、はい。で、その経営者の方にお会いしてて、実際感じたのがですね、この長い期間、その経営がうまくいっている方に共通しているポイントの一つとして、その、穏やかで落ち着いた呼吸をしている方が多いなと。それまで私の中での勝手なイメージなんですけども、なんかうまくいってる経営者って鼻息荒く、こう、ふーんみたいな、俺がみたいな人が多いのかなと思ったら、実は真逆で落ち着いた方が多いなっていうのを感じて、で、それから、まあ、改めてその呼吸とそのビジネスであったりとか、あるいはそれ以外の禅であったり、スピリチュアルっていうことを改めて探求し始めたっていうことがありましたね。ねえ。そこの部分のその共通項っていうところの部分、まあ、もともとね、その呼吸に関心が終わりだったから、余計そういったそのインタビューを重ねていくうちに、その共通点を見出したと、呼吸のところだと、はい、言ったところなんですね。そうですね。なるほど。これ実際ですね、こういったその、今、まあ、呼吸法、マイブレス式呼吸法ということで、呼吸法をまとめ始めたのっていつ頃からなんですか？そうですね。マイブレス式呼吸法っていう形で、まあ、人に伝えようって考え始めたのは、はい、私の年齢で言いますと、私今46なんですけども、大体まあ30代半ばぐらい、10年ぐらい前ぐらいからですね。なるほど。そうだったんですね。そこからずっともう、あれですもんね、はい、一緒にご本を作らせていただいた2016年の時点では、はい、かなりのもう、体系化されて資料があって、実際にもう講師の方ももう60人ぐらいいらっしゃったという記憶があるんですが。そうですね。はい。まあ、今でこそね、呼吸法って割とその馴染みのある言葉になってきたんじゃないかなと思うんですけども、はい。私が始めた10年ぐらい前まではですね、何ですかね、お坊さんの修行法とか、その、ご老人の養生法みたいなイメージがものすごく強くてですね。で、それをなんとか変えていきたいなっていう思いがあって、まあ、できるだけ分かりやすいネーミングで、若い人でも初心者でも取り組めるようにまとめ直したものが、まあ、マイブレス式呼吸法ですね。なるほどね。まあ、そのね、マイブレス式呼吸法を、実際に、ベースにしながら、本に、していったわけなんですが、まあ、それについてはね、ちょっとまた、明日、お時間がね、お時間なんで、渡部さん。そろそろ、あれですよね。明日にまたいろいろお聞きできればなっていう感じで思ってるんですが、いかがでしょうか？そうですね。はい。ぜひぜひ、明日はさらにこの、倉橋さんがされているマイブレス呼吸法について具体的にお話ししていただきたいと思います。僕はてっきり今日今呼吸といえばもう鬼滅の刃なんで、鬼滅の刃の話が続くのかなと思ってたんですけど。確かに確かに。そういう意味でも呼吸、ご興味持たれてるリスナーさん多いのかなと思ったんですけども。なるほど。本日は倉橋さんの、まあ、ここまで歩んできた人生といいますか、呼吸に対するお伺いすることができました。明日もゲストとしてお越しいただけますので、明日はですね、先ほどお話しいただきましたオリジナルのマネジメントメソッドであります。マイブレス式呼吸法を交えながら具体的に心を整えるための呼吸法について詳しくお伺いしたいと思います。倉橋さん、森上さん、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。この番組では編集者や著者が本作りの裏側や最新のビジネス情報などリスナーの皆さんにとって役立つ情報をお届けします。ぜひフォローしてください。また明日もお会いしましょう。フォレスト出版チャンネル知恵の木を植えるラジオをお聞きいただきましてありがとうございます。音声プラットフォームボイシーでは平日毎日新しい放送を公開しています。ぜひボイシーのフォレスト出版チャンネル知恵の木を植えるラジオをチェックしてください。